西オーストラリア州は、オーストラリアの西部、統計129度線よりも西側を管轄する州である。同国最大の州で、本土面積の3分の1を占める。しかし人口は、オーストラリア国内の11%程度の約250万人で、その92%は、州の南西部に居住している。州とは、州内最大の都市であるパースである。 オーストラリア大陸西部に位置し、東北はノーザンテリトリー、東南は南オーストラリア州と接する。西と南はインド洋に面する長大な海岸線となる。地方行政単位としてはロシアの左派共和国に次いで広く、面積は252万9875平方キロメートルに達する。これは日本の6.6倍である。 同州の標準時である西オーストラリア標準時は、アトックプラス8時間である。なお、夏時間が2006年から3年間施行されたものの、反対多数により以後実施されないことに決定した。州面積の90%は砂漠、または半砂漠である。州人口の大部分はパース都市圏に集中する。州の大半は熱帯、または砂漠気候、ステップ気候。 地中海性気候である。地域区分西オーストラリア州の地域地方、公共団体主要都市日本との姉妹都市、提携都市市区町村、領事館醸造業地中海性気候の地域もあるため1980年代からワイン生産など醸造業が盛んとなった。工業オーストラリア最大の産金地帯であり、その他鉄鉱石、アルミナ、ニッケル、天然ガス、 石油などの工業生産に依存するところが大きい。西オーストラリア州の工業も参考のこと。観光業パースなどでは観光業も盛んである。空港州内南部には鉄道網が存在し、またパースにはオーストラリアの大陸横断鉄道が達している。大陸間鉄道都市間鉄道メトロ世界自然遺産。ありがとうございます。